みなちゃんは、朝鮮系アメリカ人の元官僚。2019年4月から2019年11月まで、アメリカ国務省紛争安定化司令室の副次官補を務めていた。経歴詐称が報じられ辞任に追い込まれた。ちゃんは、朝鮮系アメリカ人として生まれた。両親は共に、旧世軍で活動している、慈善家であり、アトランタで育った。別のインタビューでは、 米国海兵隊一家の出身と述べていた。チャンはジェイク・ハリマンと結婚している。ハリマンはケニアとエチオピアで貧困層を支援するヌル・インターナショナルという団体を創設し、その代表を務めている。ダラス・オブザーバーの2014年のインタビュー記事によると、2010年まで歌手として活動して英語と朝鮮語でアルバムを販売したこともあり、 各国を回るツアーも行ったことがあるという。ボランティア活動の傍ら、リンキング・ザ・ワールドという世界各国で援助を行う NPO 団体に参加し、その後ちゃんは NPO 団体の代表になり団体はダラスに本部を移した。2019年4月にアメリカ国務省紛争安定化指令室の副次官補に指名され、NPO 団体の代表を辞任した。 トランプ政権はもともとちゃんをアメリカ合衆国国際開発庁のさらに上位職に指名する予定で2019年1月にアメリカ会に推薦していたが2019年9月に推薦を取り下げた一部メディアで経歴詐称の疑いが報じられたことを受けて2019年11月18日ポンペオ国務長官にアメリカ国務省紛争安定化指令室の 副時間補足の辞表を提出した。2019年11月12日、NBC ニュースはチャンがアメリカ合衆国国際開発庁に入庁するまでの過去の経歴は詐称や誇張であることを報道した。また、国連での職位も嘘であった。また NBC ニュースは民主党と共和党の代表者会議で講演したことも嘘であると報道した。 この問題が報道された後、ちゃんは自身のツイッターアカウントを削除した。ありがとうございます。